消灯だ。ああ、もう待ってらんないや。前失礼。キリ先輩の荷物運んでやるってパシらされちゃって。やれやれですよ。失礼します。演劇部1年のピナです。これキリ先輩のカバンです。そこ置いて。はい。大丈夫だから騒がないようにね。わかりました。じゃあ失礼します。任務遂行と。それ修理代半端ないんじゃないですか。黙っておきますね。ちょ待って。何も聞いてないでしょ。聞いてないと言え。お気遣いには感謝しますけど、食殺事件の犯人がリズ先輩だなんて僕には関係ないこととも言ってらんないなと思って、自分で巻き添え食らいに来たんです。肉食獣の理性を崩すのも保たせるのもやはり草食獣なのだ。あくまで平和に話し合いたいので、そんな獲物を見るような目で僕を見ないでくださいよ、リズ先輩。動揺してるんだ。でしょうね。自分の犯行が2匹の生徒にバレたんだから。ヒグマの坊やが安心する方法は一つ。君を始末するしかない。それは俺がさせない。僕への危害はお勧めしないな。二度も装飾の演劇部員が殺されたら、さすがに警察も本腰入れて捜査するでしょ。演劇部の肉食部員に絞って調べればいいんだから、小学生でもできる。あらら、困ったね。ま、チクったりはしないよ。厄介な状況なのはお互い様だけど、ひとまず今日は正義の勝ちだね。眠れない夜を過ごしてるよ。行きますよ、レゴシ先輩。